阪神、ヒヤヒヤも連敗ストップ後の阪神&ヤクルトファンの反応。ちょっとヒヤヒヤしたわね。サンキュー森下。岩崎副長ありがたい。岩貞間は結構慣れてるとはいえ困るわ。頑張れズンボラド。野手界素材がそれ相応でしかない。投手に上位注意出る異常上位級に仕立てなきゃならんのにな。そこんところ阪神が投手野手略でうまくいってるな。ほんまに勝てばええやろのフェーズやねん。岩貞は半分お山のせいなのでセーフ。ジニクラ同盟を信じろ。ノイジー明日スタメンになりそう。カリステ覚醒しててくさ。出てないやつの評価が上がるチームは弱い。虚しいだけ。最近投手有利球団も良い足出てきてるな。今日は森下と村上のおかれや。サンキュー応援か。頼むぞチドラ。ライマル界またぎで投げさせろ。山田村上をスタメンから外すことから始めようか。朗報、明日は青柳なので山田休み。岩崎復活を。一生する喜び。ミエセスもノイジーもどうすんのこれ。山川補強戦か。あれだね、森下は勝つ入れると打つタイプだからすごいよな。これやって逆に打たないは規約気質の選手もたくさんいるし。大山はちょっと反省しろ。ファールフライも落としてるし。自滅しかけてたけどよく耐えたな。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。